向田拓二子11月28日から1981年8月22日は、テレビドラマ脚本家、エッセイスト、小説家、第83回、直木賞を受賞。週刊誌のトップや時代は、高田区二子名義で執筆していた、共同ペンネーム、羽村秋子の一員でもある。1929年、東京府江原郡世田谷町若林に生まれる。 父親は高等小学校を卒業した後、第一徴兵保険に給仕として入社し、そこから幹部社員にまで上り詰めた苦労人。なお転勤族であったため一歳で宇都宮に転居したのをはじめとして、幼少時から高等女学校時代まで日本全国を転々としながら育つ。香川県の高松市立四番町小学校卒業、東京都立目黒高等女学校。 実践女子専門学校国語科卒業。新卒で財政文化社に入社し、社長秘書として務める。その後、オンドリ社に転職し、映画ストーリー編集部に配属され、映画雑誌編集者として過ごす。その頃、市川三郎の下で脚本を学び、シナリオライターを目指した。オンドリ社を退社した後は、脚本家、エッセイスト、小説家として活躍する。 ホームドラマ作品の脚本家として、現在も知名度は高く、時間ですよ。寺内勘太郎一家、アッシュラのごとくといった人気作品を数多く送り出した。1970年代には、倉本総、山田太一と並んで、シナリオライター御三屋と呼ばれた。1981年8月22日、取材旅行中の台湾内国県三義郷で、 遠藤航空機墜落事故にて死去。去年51。法名は、吉明院釈清宿二大師。墓所は、東京都府中市の玉霊園。墓姫は、森重久屋による、花開き、花香る、花こぼれ、な穂香る久屋。遺品は、鹿児島近代文学館に寄贈され、常設展示されている。寄贈を決めた時の母。 生の言葉は、鹿児島に嫁入りさせようであった。東京書籍発行の中学校3年生の国語の教科書に、ご飯、教育出版、三村図書発行の中学校2年生の国語の教科書及び、学校図書発行の中学校1年生の国語の教科書に字のないハガキが掲載されている。また、東京書籍の平成18年度から21年度採用の、 教科書の資料弁にも字のないハガキが掲載されている。ありがとうございます。